こんにちは、おちゃみです。今日のテーマはこちら、背景を変えて映え写真を撮りたいです。ということで早速、まず歯ブラシは100均で買い忘れちゃったので、歯ブラシは違うんですけども、その他のこのハケだったり、このパレットとか、あとは紙もそうですし、絵の具もそうですし、こういったものはみんな100均で買ってきました。今回はお金も時間も節約して、でも可愛い写真撮りたいっていうことをメインテーマにやっていきたいと思います。なんとなくの土とか砂っぽいグラウンドと、あとはちょっと曇った感じの空っていうのを、まあできれば2枚で30分ぐらいで描けるんじゃないかなっていうような甘い考えかもしれないんですが、それで進めていきたいと思います。ちょっと初めて使うのに水の水が悪かったので、水道水をつけてきました。水道で濡らしてきました。この後もうノープランでザクザクとこんな感じで描けるんじゃないっていうような雰囲気で描き進めていきます。5分ぐらいに短くしているので、もしよければご覧になってください。完成だけ見たいなっていう方は5分後ぐらい見ていただければもうできているので、ぜひそちらで写真をご覧になってください。そもそもがどうしてこれやろうかなと思ったかっていうと、背景に空とか、あとは土の地面とか、そういう紙がもし売ってたらそれでよかったんですけども、なかなかちょっと私の検索能力ではそういったものが探しきれなくて、でかといってなんか写真とか誰かのものを使って印刷とかすると著作権とか大丈夫なのかなとか、なんかいろいろ考え出したら、だったら15分ぐらいで絵描けたらそれ使った方がいいかもっていうことでちょっと始めてみました。まあ、実際これ描き始めた、こういうざっくりで始めてるんですけれども、やってみたら案外時間かかっちゃって、30分のつもりだったんですけど、これ2枚で、結局1時間ぐらいかかってしまいました。時間がかかった一番の要素としては、多分この混色ですね、色を混ぜてる時間が一番長かった気がします。実際描いてる時間ってほとんどもうほんと全然かかってなくって、ペタペタただ色塗ってるだけなんですけども、なんとなくこんな感じの色かなとか、あとたくさん使うよなと思っていっぱい色を混ぜたりっていうことで、そこに時間がかかったような気がします。描き方は別に何か特徴があるわけじゃなくって、ただただベタベタ塗って水で薄めて、でちょっとハケの跡を取るためにペーパータオルなどでちょっとこすってみたりとか、そういう感じで特に何かやってるっていうことはなくって、ざっくりで書いています。
ではひたすら書き続けて30分のつもりが最終的に1時間かかってしまったんですが完成です。こんな感じで背景にして写真を撮ってみました。ちょっと空っぽい感じとか土っぽいところの上に置くとやっぱりこのフィギュアが生きるかなと思います。どうでしょうか。次は100均で買った300円の商品、このテープライトとリメイクシート、あとはこのちょっとした小物など100均で売っているものを追加して Amazon で買ったこの格納庫とともに一緒に飾ってみました。今回はザ・モンスターズとマシンエンクリーガーのコラボのこちらのフィギュアをより可愛く写真を撮りたいということで、箸休めの企画になりますけれども、進めさせていただきました。いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画はモリーの新作開封となります。ぜひお楽しみに。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。またねー。